こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。今日ご紹介したいのはですね、宝石シャワーと言います。本当に暑くなりましたよね。そんな時は一日の汗をですね、本当にこう汗がたらたら流れる、そういった、汗をですね、お風呂に入ってさーっと流す、すごく気持ちがいいですよね。そういったことでですね、宝石シャワー、この季節、非常に売れております。さらにですね、嬉しいことに、パッケージがですね、こういったゴージャスなパッケージになりまして、お友達とか、また家族の方にも、プレゼントにということで、そういった需要も、生まれてますよ。で、特徴はどんなものかと言いますと、この宝石シャワーの特徴はですね、このノズルのこの穴ですね、これが非常に小さいんです。そしてたくさん、穴が開いているんです。その穴から勢いよくですね、水が出てきます。ですから非常にですね、節水になるんだけれども、髪の、油であったり、肌の、汚れであったり、こういったものがシャワーだけである程度落ちるんですね。ですから、石鹸もですね、シャンプーも少なくてもいいというような、そういった地球にも優しい、またお財布にも優しい、こういったシャワーになってるんですね。そういったところが人気の秘訣なんです。それとですね、こちら、見えますかね。この黒い丸々、これは宝石のセラミックなんです。ですから宝石のセラミックを、宝石を取って、そして、水が出る。ですからその水はですね、マイナスイオンを出してくれます。ですからこのシャワーを使うことによって、お風呂の中がですね、マイナスイオンでたっぷりになってですね、そして、癒されます。もう、体の汚れを落とし、そして、湯船に入って、マイナスイオンたっぷりのお風呂で癒されて、一日のですね、疲れを、しっかりと取ってください。それでは、今日は宝石シャワーのご紹介でした。暑くなりますけれども、皆さん頑張ってやりましょうね。それじゃあ、さようならー。